ポビチコジュハーリは、ソビエト連邦出身の指揮者、ビーン・ヌイツヤの生まれ、リセンコ音楽学校でトランペットを学んだ後、キエフ音楽院に進学して、ビルヘルム・ヤブロンスキーにトランペット、ミハイル・カーネル・ステインに指揮法を指示した。その後、モスクワ音楽院に入り、ケンラジー・ロジェストベンスキーの下で指揮法の修行を積んだ。 1964年より、ウクライナ国立交響楽団で指揮者としての活動を、はじめ、1973年から、キエフ歌劇場の指揮者に転出した。1977年からは、モスクワのダンチェンコ劇場の首席指揮者を務め、1989年から2011年まで、シェフチェンコ歌劇場の首席指揮者を歴任した。教育者としても1965年から、 母校のキエフ音楽院やグネジン音楽学校などで指揮法を講じており、1993年からはキエフ音楽院の指揮法の主任教授を務めている。ウクライナ語の読みに従うと、ボロディミル、ロシア語読みに従うと、ブラディミルとなる、カシューカー、ベロデマー。2017年5月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月4日閲覧。 ナクソス .jp ハットカシューカーベロデマー2017年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年5月4日閲覧ありがとうございます